札幌ドームからお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、北海道日本ハムファイターズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの9回戦です。解説は小宮山悟さん、西井俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。西さん、長いシーズンを戦っていく上で一戦一戦集中して戦い続けるというのは非常に難しいと思うんですが、いかがでしょうか。そうですね、シーズン中にはね、必ず波がありますからね、なるべく波のないようなシーズンにするのは非常に。まずはファイターズの先発、今沢が札幌ドームのマウンドに上がります。さあ、イーグルス打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。そうなんですよね、どうやって突破口を開くのかっていうのは、楽しみに見たいと思いますね。そうですね、素晴らしいところ。バッターボックスには松本が入ります。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。先手を取って進めるためにも得点しておきたいですね。なるほど、そうですよね。ファウルになります。空振り、これは速球に負けました。すぐに追い込みました。アウトコース、これは見送ってボールです。空振り三振、ランナー返すことができません。西さん、バッターは一巡してますんで、そろそろボールに目が慣れてくる頃なんじゃないでしょうかね。そろそろね、絞り球っていうのも見えてくるんじゃないでしょうかね。狙い球を絞る、そのあたり対策はできるんでしょうか。この球は外れています。打ち一杯、これは入っていました。ワンボールツーストライク。バットは動きません。よく見ています。打ちました。うわー、打てない。アウト、ワンアウト。せっかくレギュラーもあったのに。西さん、1点が遠い展開が続いていますが、この回バッターとしてはどんな対策が必要でしょうかね。とにかくね、ボール球に手を出さないようにして絞り球をし、打ちました。いい打球です。伸びていく。ホームラン。大谷のソロホームランです。日本ハムファイターズ、この終盤試合を振り出しに行く大きな一発となりました。同点に追いつきました。日本ハムファイターズ1対1。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今やってご覧いただきましょう。見事ですよね。試合は振り出しに戻っています。さあ、ここでイーグルス打順はトップに返って松井。今日はまだ当たりがあります。見逃し三振、まず一つアウトを取りました。ここで盗塁を許してしまいました。外の球打った、サードの右、抑えた。一塁アウト、ランナーは変わらず二塁です。さあ、そして打席には岡島が入っています。ライトに持っていった、面白い当たりになった。ワンバウンドヒットになった。中継にボールが送られる。セカンドランナーホームイン。イーグルス、警戒はしていた相手なんですが、せっかく音楽に行かないといけない。打順は9番松本。先ほどの打席で一時同点となるホームランを放っています。ニコライユ、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ、守護神ニコライユがファイターズ打線の前に立ちはだかります。簡単にはコールできないでしょうね。
日本ハムファイターズ第2回戦となってしまいました。西さん、結局最後まで投打が噛み合わないままゲームソフトになってしまいましたね。まあ流れとしてはね悪くないんですけどね、もうちょっと打線がね頑張ってほしいなと思いますけどね。明日以降ぜひそのあたり期待したいところです。勝ったイーグルス、接戦をものにしました。一方のファイターズですが痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。失礼しました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。